健康保険組合の15万人以上の加入者は新しい健康保険組合を探さなければなりません。シティ健康保険組合は財政破綻のため7月1日に営業を停止します。しかし他の保険組合に加入することは特に高齢者にとっては簡単なことではありません。多くの人々は障害があると苦情を言っています。ダイハルト・ゾッパーさんは新しい健康保険を探しています。ベルリン在住の87歳のゾッパーさんは今までシティ健康保険組合に加入していました。しかし7月から支払い不能となるため地域健康保険組合の営業所に行きました。しかしそこでは次のように言われました。新しい加入者は取らない、すでに満杯の状態で破裂寸前なので私は他の健康保険組合に応募しなければならないと言われました。地域健康保険組合はこのことを認めようとはしませんでしたが、シティ健康保険組合の加入者が殺到しているため現在は待機期間があるとしています。偶然かもしれませんが加入申請用のホームページは今日メンテナンスのためアクセスすることができませんでした。多くの加入者は新しい健康保険探しが困難なため現在加入している健康保険組合に問い合わせるようになっています。ここではある疑念が持ち上がっています。今になって当健康保険組合には多くの高齢の加入者と病気の加入者がおり保険金を受け取っていることが分かりました。どうやら他の健康保険組合はこれらの加入者を受け入れたくないようです。しかし法的には明確です。健康保険組合を変えようとしている人は理由が何であれ他の全ての健康保険組合に受け入れられなければなりません。消費者団体です。もし加入の希望が拒否された場合まずはその理由を書面で請求することをお勧めします。健康保険組合は原則としてそれはしないでしょう。法律違反を認めることになるからです。ですからその方法で加入申請を得ることができます。ゾッパーさんも加入申請書を書いて郵送で新しい健康保険